皆さんこんにちは、しだみずきです。今日はゆりこゲストです。こんにちは、ゆりこです。ゆりこです。今回はゆりこがラテアートにチャレンジしたいと言ってくれたので、初めての、はい、ラテアートチャレンジやっていこうと思います。基本のラテアートハートにチャレンジします。頑張れ。頑張ります。フリーポアラテアートっていう種類のラテアートです。ラテアート2種類あって、一つがデザインカプチーノっていう、ピックとかを使って後書きにして、クマちゃんとか、なんかこう難しい細かい絵を描いたりするラテアートと、フリーポアラテアートっていう手法があります。で、そっちのフリーポアの方は、ミルクの流れだけを使って描くやり方で、そっちのメリットとしては、まあ、早く提供できるので、エスプレッソとミルクが質のいいうちに、新鮮なうちにお客さんに飲んでもらえるっていうメリットがあります、うん、そっちの方の基本のハートを今日ミルコにチャレンジしてもらいます。はい、頑張ります。よし、早速やり方を教えていきます。はい、左側にひねって取ったりはめたりしますので、外してもらって、ここにタオルがあるので、まずバスケットの中をきれいにします。で、乗せてスケールをオンにするとゼロになるから、斜めを決めて、これ奥に倒すと真ん中を引いてくれるので、で、23g を測ります。この OCD っていうので3周回すと、じゃん、綺麗に、本当だ、レベリングっていう、こう均等に入るので、で、2周ぐらいこのミューテーションっていう作業をくるくるしてもらって、で、タンピング、で、またはめて、じゃん、ここにもスケールがあるので乗せてゼロにして、で、スタート。ここでスタートちょっとできるので、で、10g取ります。で、はい、そしたらミルクをスチーミングしていきます。で、シューって、やつでやっていくね。こうやってチリチリチリって入れてるときに空気を入れてます。で、あとはずっと横回転させて、泡と泡同士を細かくなるようにぶつけていく。よし、ゆりこ、こっちで描くよ。こっから傘を上げて、手前からどうなったって感じ。すごい。これでハートの完成です。こんな感じ。すごいね。なんかね、ここから書き出してフリ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 で、だんだん真ん中まで、うん、カップの真ん中まで進んだら持ち上げて線を引く、うん、そうすると白黒白黒って横で振ってる間に白黒白黒が入って、うん、進んだ分だけハートがこう巻き込まれて割れてくれます、うんうん、で、ちょっと高く持ち上げることで線を細く引くことができるので、うん、距離感がまず大事です。むずそう。やってみますか。はい、はい、よかったらゆりちゃんどうぞ。いただきます。うん、おいしい。おいしい。よかった。なんか泡がこんなクリーミーになるのも難しそう。そうなの、きめ細かくつくのが難しくて、ちょっと一回やってみようか。うんうん。左に切れる。そう。で、そしたら、ね、ここにポンって書きつけて、で、
っかり全部乗せたらゼロにして、はい、OK。 そしたらハンドル右奥に倒す。そうで一回ストップ。さあでこれを手前にトントンって引いてくる。そうそうそう、おいいね、おい、うん、おいいね。そう、そこに置きながらスプーンで、で OCD でくるくるくるって3回3周ね。はい、回したら、おお、で、パン、1、2、合ってる？合ってる合ってる。はい、で、ギュッと、そう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 、あ、右側に。さあさあさあ、はい、はい、カップ、手前から勢いよく出す。勢いよく、うん、そう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 、でちょっとずつ進む、ちょっとずつ進む、そうそうそう、で持ち上げて線を引く。おー、むずっ。すごい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 、でもハートじゃん。いやむずっ、書くのがお尻みたいになった。でも初めてにしてはすごいと思う。え、そうなのこれ、うんうん、しかも何も教えてないし。ちゃんと教えますから。褒められました。優しい先生です。水で一回私もレクチャーします。まず左手でカップを持って、そう、包み込むように、うん、で、取っ手は手前、はい、うん、で、内側に斜め45度、そうそうそう、うん、で、ピッチャーの持ち方は自由なんですけど、私は普通にグリップ持ち、うん、でもペンで持つ人もいるし、もう私は持ちやすいやり方で持ってもらって、うん、で、ミルクだと思って、うん、カップの一番深いところにまずちょっと高めの位置から注ぎ入れる、うん、で、ここくるくるしてもいいし別にそのままでもいい。で、左手の角度がそのままの状態で傘をグググググッと上げます、うん、で、こぼれないあたりでストップして、で、一回ストップ、ここまでやってみるよ。ここから近づける、うん、で出すと同時に左手の傾きを徐々にこう戻していきます、うんうん、でやると出す、傾ける、そのまま進む、あ、フリフリ しようか、うん、フリフリしなかったら真っ白いハート、うん、はい、手前から勢いよく出す、傾ける、フリ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 、ちょっとずつ進む、持ち上げて線を引く。ほう、ポイントは、うん、一番大事なのはピッチャーから出るピッチャーの先と、うん、液面の距離がずっと近いこと、うんうんうん、で、原理としてはここの先とピッチャーの、あ、じゃないや、ピッチャーの先と液面が近い時に白が出る。で、ちょっと高さがある時はこう刺すように中にスッと入ってくれるので茶色いキャンパスを汚さないみたいなイメージなので、最初はまだ描きませんよ、傘上げますよ、でここでやっと近くなれるでしょ、距離が、なのでここから描き出してフル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 、傘が上がってきたら左手返してここも進んでいいっていうこと。カップの一番深い位置に注ぎ入れる、そうそうそう、で、この時に
グッて戻しちゃうと、うん、せっかく近づけたのに、うん、液面下がっちゃうから、うん、距離が出ちゃうのね、遠くなっちゃうから、うん、まず近いままで出すと同時に左手ゆっくり傾けるって感じで、フリフリ横にしながら、そう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 、で進む進む進みながらでも近いまま、そう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 、このまま進むんだ、で持ち上げて、線をピッと、そうするとこう向きのハートができて、揉むときに内側に向きます、うんうん、っていうイメージ、ま、ちょっとそれでもう一回、傾ける、そうそうそう、そう、手前から勢いよく出す、左手ゆっくり返す、そうそう、ゆっくりゆっくり返す、ちょっとずつ進んで持ち上げて線を引く、あ全然うまい超できてそう、いやいや、ちょっと上げてストップ、手前から勢いよく出す、左手ゆっくり返し出す、横に振りながらちょっとずつ進む、真ん中まで行ったら持ち上げて線を引く、うん上手、うん、あの右が出す時に左手の返しを最初にやってあげないと、うん、これを返すことによって流れがこういう流れができるのね、うんうん、だから出すと同時に左手はまず返す、うん、で返すスピードをゆっくりしないと、うん、せっかく傘上げたのに急に返しちゃうとほら下がっちゃうから、ゆっくり返すタイミングは右手と一緒でもゆっくりスピードで、ゆっくりのスピードで返す、なるほど、超うまい、傘が難しいね、初めての人が傘気にしてる人いないからねなかなかいないよ、そこまでできる人、はい、どうぞ、勢いよく出す、傾ける、左手返し、そう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 、でちょっとずつ前に進んで持ち上げて線を引く、うん綺麗、ど真ん中にハート、むずい、レイヤーは入ってないけどすごい上手、あそうなの、え、みずきはすごいねすごいね、これすごいすごい、ででごいな、これその対流を作ることができると、その流れを作ることができると、うん、その横に振るだけで白黒白黒がしっかり入るんだけど、これがうまくできるとってこと、そうそうそう、あと何、最初の出すタイミングと左手返すのをちゃんと一緒にやると、うん、ヒュッて流れるから、うん、それをまずやってから真横に振る、あこれでもこの模様できるの、うん、それだけで、あの、あ、この流れが、そう、流れが作れるから、あ、もっと大きく流れができるってこと、そう、そういうこと、そういうこと、なるほど、ちょっと横に振る練習してみる、うん、なんか、まず一定量を出す練習、そのまんまにしてるとどんどん細くなっていっちゃうじゃん、うん、それをし、なん、防ぐために、うん、ピッチャーのお尻をしっかりどんどん上げていく、うん、そうすると一定の太さで出せるから、で、真横に振る練習なんだけど、結構初心者の人がやりがちなのが、うん、ピッチャーの先を頑張って振ろうとしてくれる、うん、そうじゃなくてピッチャー動かさずに水だけ振る、うん、これができるようになると、あ結構そんぐらい振るの、そうだね、あそうなんだ、そうすることで白黒白黒になるの、そう、ね、あったとして、うん、こっから書くでしょ、うん、でこういう流れができるのね、うん、でミルク書くときにスローで見てもらうと分かるんだけど、こういう風に出てるわけ、うん、でこれが白だとしたら、うん、間にエスプレッソの黒がこうやって入ることによって白黒、うん、白黒ができるんですよ、うんうんうん、だから真横にしっかり振らないと、例えば細かくちょろ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 って振っちゃうと、うん、これが細かすぎて入る
余裕がないので。あ、これめっちゃ細かすぎるってことか。そうそうそう、ゆったり振ってあげることがポイントかもしれない。なるほど。このヘビみたいにこのなんていうのリボン、うん、新体操の選手があのリボン振るのに、うん、こうやって振らないじゃんさ、こうやって振らないじゃん、うん、でなんかちょっとだけ動かしてるみたいでこうリボンの先が大きく揺れるみたいなイメージでミルクを出すんだよね、うんうん、なるほどそうそうそう、真横にだけ振る練習してもらう。あ、もう一定のやつで真横に振るってむずいね。そうそう、でどんどんお尻を持ち上げていかないと。こんぐらい振っていいの？あ、これでも少ないんだ。そう、そういう感じ、そういう感じ、これが難しいんだよね。難しい、うん、いい感じ。やってみよう、それを踏まえて。あ、もう やっちゃう？できると思う。